はい、じゃあすみません、今日はどうもありがとうございます。お招きいただきまして、今回はですね、トルクメニスタンの方に私が旅行したということで、トルクメニスタンの旅行についての話をちょっとしていただけませんかという形で、まあ、これを機会に、まあ、その簡単に行ける国では、まあ、今の段階でも私も思ってはないんですけども、まあ、こういう国なんだ、私のから見たという形なんですけども、まあ、こういう国なんだ、こういう人たちが暮らしていて、まあ、こういうところなんだっていう、そのイメージの具体化ですよね。その具体化につなげていって、まずトルクメニスタンが私の目から見てどういうものだったのかを知ってもらうことによって、まあ、より YouTube を見ている人たちに、トルクメニスタンってこういうところなんだ、あ、ちょっとこれだったら自分もちょっと行ってみたいかなっていうふうに考えてもらえたら、私も大変光栄だというふうに感じております。この機会を設けていただいたことによって、そういった人々が増えていくというふうになれば大変嬉しい限りなので、今回はとても感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速ですけど、スライドの方を共有させていただきたいと思います。はい、これはですね、ちょっとトルク弁語で若干書いたんですけども、トルクメニスタン旅行レポートの方を改めてまとめさせていただきました。で、どういう流れにしていこうかというところで、まず話をしたいと思います。まずこれがざっくりとしたアジェンダですね。まあ、初めに私の自己紹介と、まあ、トルクメニスタンってこういうところなんだっていうざっくりとした初歩的な情報の紹介で、それから地図ですね。で、それから4番目は私が旅行する前の、まあ、トルクメニスタンのイメージについてお話をさせていただきます。で、それからトルクメニスタンってこうやって旅行の準備をしたんだよっていうのが5番目の話になります。で、それから6番目は、実際こういうふうに私はトルクメニスタンを回りましたというルートの紹介です。で、7番目はちょっと時間に余裕があればですけども、特貫のトルクメン語の紹介な形になります。で、そういったトルクメニスタンの、旅行を通じて、旅行した後、私のイメージがどう変わったのかっていうのが、8番目の旅行後のトルクメニスタンのイメージという形になります。そういった流れでトルクメニスタンの旅行について紹介させていただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、すみません、ありがとうございます。で、まず私なんですけども、まあ、X 見られている方はご存知かもしれませんが、マサヤさんという名前で活動しております。まあ、実際これは本名なんですけども、で、実際こういうトルクメニスタンですとか、実際の言語に関する活動をしたアカウントに関し、活動、アカウントですね。すいません。実際言語に関する活動をした、ことに関しての動画や報告というのは、今こちらに書いてありますアカウントを通じて発信していければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、実際私の方としては、もともとフィンランドですとか、それから、まあ、ウズベキスタンに通ったりとか、まあ、言語学関係ですね、そういったことを中心に X でつぶやいている人間というようなことが、まあ、ざっくりとした紹介になります。で、私がトルクメニスタンに行ったのがですね、去年の10月ですね。去年の10月にトルクメニスタンに行きました。で、ざっくりトルクメニスタンってそもそもどういう国なんだろうっていうところからまず始めたいと思います。ざっくりトルクメニスタン情報なんですが、まず1991年にソビエト連邦から独立しました。それから、ご存知の通り中央アジアに位置する国家ですよね。それから今の大統領は2022年に就任したセルデル・ベルデル・ムハメドフ大統領閣下になります。このあたりが大体一般的に知られているぐらいのトルクメニスタンの、まあ、情報かなというふうに思います。じゃあ実際トルクメニスタンというのは地理的にどんなところなんだって言いますと、今のところ総人口がですね、569万人ぐらいというふうに言われています。で、実際それ比べてみると、日本で言ったら北海道ぐらいの人口、だいたい539万人なので、まあ、町が一つ増えたぐらいの、まあ、人口の規模かなというふうに感じています。それから面積が48万8千平方キロメートルになります。で、日本がですね、だいたい今約37万8千平方キロメートルなので、
日本よりも、まあ、1.3 倍くらい大きい国土を持っている国になります。じゃあ、ということは、人口は北海道ぐらいなんだけども、日本よりもさらに大きいところに、トルクメン人たちが暮らしているということになるじゃないですか。ということは、土地って結構余ってるんじゃないのかっていうふうにイメージがつくと思うんですよ。でも、ところがですね、そういうわけではなくて、トルクメニスタンの自然なんですね。このトルクメニスタンの自然で、だいたい国土のおよそ 70% が砂漠。これはガイドさんの説明だったんですけども、資料によってはだいたい9割が砂漠というふうに書いている資料もあります。なので、その大きな、日本よりも大きな国土を持つんですけども、その国土の、70% から9割、70% から 90% が砂漠で覆われている国というのがトルクメニスタンになります。で、その覆っている砂漠というのがカラクム砂漠ですね。これはご存知の通り、ガラとグンというトルクメン語があるんですけども、それが2つくっついて黒い砂の砂漠という形でカラグム砂漠という名前を成しています。ただその砂漠で覆われているからといって悪いことばかりでもないんですね。よく知られているんですけども、トルクメニスタンは天然ガス、原油、精製石油の一大シェアを占めている国の一つになります。それからウズベキスタンと国境を接しているあたりはですね、特にです、コットンの、生産が非常に豊かな国になっています。なので、砂漠という国ではあるんですけども、その一方で天然資源に恵まれた国というのがトルクメニスタンになります。はい。で、そのトルクメニスタンなんですけども、民族構成、これアメリカの情報になります。で、民族構成がトルクメン人が 85% を占めています。で、それからウズベク人が 5%。で、ロシア人が 4% を占めています。で、その他の民族が 6% という形になります。で、実際私が旅の中で会った人たちでも、やっぱりタタール人がいたりとか、まあ、アルメニア人がいたりとか、あと聞いたところではバローチ人たちも住んでいるというふうに伺っています。で、宗教は、イスラム教、まあ、イスラム教の信者の方が 93% を占めていると。で、キリスト教徒が 6.4%。で、その他という形で構成されているというのがアメリカの情報です。じゃあですね、実際これがトルクメニスタンの地図という形になります。でも見てわかる通り、本当に緑で覆われた地域というのは非常に限定されてますよね。ほとんどトルクメニスタンの中心は砂漠になっています。で、例えばここにアシガバードがあるんですけど、アシガバードの中心ちょっと見えづらいんですけど、この辺りとかはコペトダーグ山脈という山があって緑で覆われた地域になっていますね。なのでトルクメニスタンに行く場合はまあいろいろな方法があるんですけども、そのいろんな方法があるんですが、その行き方についてはちょっと後ほど説明させていただいて、まあトルクメニスタンで実際私がここに実際足を運ぶ前にどんなイメージを持っていたのかという説明をさせてください。これがまあ非常にちょっと悪い映像なのかもしれないんですけど、トルクメニスタンのイメージってこんな国じゃないかっていうのが私がトルクメニスタンに行く前のイメージなんですね。で、面白いことに私だけ、トルクメニスタンに行く前の私だけではなくて、他のトルクメニスタンについて具体的なイメージを持っている人の話を聞いても、トルクメニスタンのイメージはほとんど同じだったんです。っていうのも、いわゆる中央アジアの北朝鮮、中央アジアの独裁国家という枕言葉でもってトルクメニスタンのイメージを語る人がほとんどなんですね。で、それはなんでなのかなっていうのを調べてみると、どうも2013年8月6日に放送されたテレビ東京のありえへん世界というテレビ番組があったんですが、そこで放送されたイメージがおそらく今も残っているんじゃないかなというふうに思っております。で、なぜかというと、実は私もこれトルクメニスタンの、テレビをやるぞというふうに聞いて、思わず見てしまった番組っていうのがこの番組だったんです、まさに。で、そこでやっぱり紹介は中央アジアの北朝鮮とかいうのが全面的に出てきたけれども、じゃあ実際その実態はどうなのか。
というふうに、あの特派員がトルクメニスタンに入国していくっていう番組だったんですね。で、そこで、あの、語られたトルクメニスタンっていうのは、どういうイメージかっていうと、まず、ベルディ・ムハメドフ大統領の独裁政権であると。これは、あの、今の大統領のお父様ですね。なので、二代目の大統領の、あの、ベルディ・ムハメドフ大統領という意味です。それから、当時は、世界報道自由度ランキングで、ワースト3位になります。それから、国から、つまりトルクメニスタンから招待状をもらう必要があるので、個人では実質入国できません。そして、その番組が締めくくった言葉の一つとして、トルクメニスタンには日本人の 99.96% が一生行きませんと。そういうふうに締めくくったんですね。そんなイメージが、今もまさにこの番組を見た人々を中心に日本では流布している。という形になります。じゃあ実際入国ってどうやってやるんですかという質問になると思うんですけど、まあとにかく時間と手間がかかるんですね。まず、あの個人で行くとしても旅行会社の手配は必須になります。なので一人であっても実質ツアーみたいな形で行く形になります。で、これが大体ですね、あの4週間ぐらい時間がかかるというふうに考えてください。まず、旅行会社と旅行の日程を組んで、それから、それが決まった後、旅行会社からトルクメニスタンに申請してもらいます。その結果、インビテーションが送られてくるんですけども、そのインビテーションを、トルクメニスタンから送られてきたインビテーションを受け取った旅行会社が、まあ、個人ですね、旅行をする人に、電子メールで送る。それを受け取るというような形になります。で、それで OK であればいいんですけども、そのインビテーションカードはあくまで招待状だけであってビザではないんですね。で、じゃあビザどうするのっていう話になります。なので、ここで2つの方法があるんですね。1つは、あの、事前にビザをもらう対応です。これは、在日トルクメニスタン大使館でビザを取得するという形になります。で、まず、インビテーションをもらって、次にトルクメニスタン大使館とアポイントメントを取って、その上でトルクメニスタン大使館に行って、ビザの手続きをする。領事館に持ち込むという形になります。で、あの、伺っている話だと、まあ、大体10日前後かかるというふうに伺っています。なので、この方法を使うと、国境ですね。その国境間での、まあ、手続きの面倒くささが、あの、削減されるということはあるんですけれども、デメリットとしては、とにかく時間がかかる。というのがあります。で、二つ目が、アライバルビザの対応になります。これが今回私が取った方法です。インビテーションカードと、ある程度のお金を持った状態で、直接トルクメニスタンの国境に行って、直接ビザを発行してもらうという方法になります。で、私が聞いている限り、ウズベキスタンの間の、あの、陸路の国境。それから、アシュカバードの国際空港でのアライバルビザの発行が可能だというふうに伺っております。で、そのアシュカバード国際空港でできるという話を聞いたのは、スペインから来た、あの、旅行、スペインから来た、あの、旅行者と、あの、トルクメニスタンで会ったんですけども、その方々は、あの、アシュカバード国際空港で、あの、アライバルビザを発行してもらったというふうに言っていましたので、そういった対応もできるんだと思います。ただし、今回私は、空路では入っておりません。で、実際ですね、旅行会社の方からは、トルクメニスタンに入る前に、150米ドルを準備してくださいという話がありました。で、実際、150米ドルで本当に足りるかどうかわからなかったので、私はとりあえず200米ドルを持って入国しました。で、実際手続きを終えて、どれぐらいかかったのかというと、なぜかですね、80ドルだったんですね。で、内訳を聞いたら、50ドルがビザの代金、それから30ドルが、コロナの検査代という形で請求を受けていたということが分かりました。で、コロナの検査も、必須でやらされます。で、時間としては約やっぱり2時間程度必要ですね。待ち時間もあるし、コロナの検査もありますし、それから自分で入国審査の紙も書かないといけないので、時間は非常にかかります。
で、それから、トルクメニスタンに行くと、外国人で一人でうろつくということは基本的にはもうできないという形になっちゃいますので、私も、まず現地について言われたというか、他の現地の方に、勝手に進んでしまったんですけども、現地の方が、私のその、事前にガイドの方の、電話番号とかをもういただいていたんですよ。で、その電話番号にかけて、ここに日本人がいるから、早くピックアップしに来いっていうような連絡を入れてくれたんですね。で、逆にそれを聞いた入国管理官の人とかも、とりあえず君の入国手続きは受けるけれども、君には君のガイドがいるから、まずそのガイドさんが来てから話をしようっていう結局話になって待たされたんですよ。なので、そういう、事務手続きで進めていくようなタイプの国ではないなっていうのが正直私が入国した時の印象でした。じゃあ実際どういうふうに私がトルクメニスタンに行ったかというルートになります。まずタシケントから入りまして、タシケントから早朝の飛行機でウルゲンチに行くんですね。朝7時の便なんですけど、でウルゲンチからタクシーに乗ってヒワという町があります。で、そのヒワから早朝に迎えに来たタクシーに乗って北上して、ここでタシャウズという町があるんですけども、そのタシャウズの国境で入国手続きをして、そこを抜けていきます。で、それから北上して、そのタシャウズという町からクフナウルゲンチですね、ホラズム町の首都だったところなんですけども、その町クフナウルゲンチに北上して向かうという形になりました。で、そのクフナウルゲンチからさらに今度南下していって、この辺りですね、多分この辺りだと思うんですけども、アハル州というこのアシカバードがあるメインとなる一番大きな州があるんですけど、そこの最北端ぐらいですかね、そこにあたる場所にダルバザというところがあります。これはよく知られている地獄の門と呼ばれている場所ですね。後で写真もお見せしますけども、そこに行きました。で、それから遊牧民式のテントで休んで、次の日ですね、アシカバードに向かいました。で、アシカバードへ、ダルバザからだいたい片道確か6時間ぐらいかかったと思うんです。ロンダブリーの車でだいたい最低でも80キロ飛ばしてだいたい5時間かかるような、5時間6時間かかるようなそういう遠さがありますね。で、それからアシカバードで泊まった後は次の日出発して、ノフルという村が山の中にあります。そのノフルという、村でピクニックをして、またアシカバード戻って最終日ですね。アシカバードから西に行ってマリ、それからトルクメナバードを経由してウズベキスタンに帰るというルートが、その時の私の旅行のルートでした。で、これで実際写真を見ながらちょっとお話ししていければなと思いますので、一旦ちょっと共有解除いたしますですね。これが最初、まず私がヒワを出発したところからちょっと見ていければなと思います。これがヒワを出発した当日の朝です。今お迎えのタクシーのドライバーさんがいらっしゃって、今、ヒワの旧市街を出ました。で、これからですね、時間をかけて、トルクメニスタンの国境まで行きたいと思います。大体ですね、1時間半ぐらいですかね、ヒワの方からこう北に向かって行って、ダシャウズに向かうんですけども、大体タクシーの運転手さんに聞いたら、1時間半だっていうふうに言われました。移動はタクシーで国境まで行って、はい、その先もまたタクシーなんですかね。そうです。ただタクシーといっても、基本的にはもう旅行のツアーという形で出てしまっているので、ね、うん、もう常にお迎えのタクシーが来るというような形になっています。なるほど。で、これが実際国境に着いた私ですね。なんかすいません、私実は秘話で食あたりになってしまって、基本的に旅行全般元気がないんです。すいませんけど。はい、今ですね、トルクメニスタンとの国境に来ました。でここからはタクシーのおじちゃんとかも誰も来ずに、
自分で、イミグレーションを通過しないといけないです。うまく取れればいいんですけどね。で、この私の後ろにあります、このなんか信号があるんですけども、こちらでウズベキスタンの出国手続きをして、トルクメニスタンの中に入っていくというような形になります。で、これが実際ですね、トルクメニスタン側に入った後のビデオになります。カメラで撮るなっていうふうに怒られましたんで、もう閉まってます、基本的に。で、トルクメニスタン側に行くと、鉄格子で書かれた、囲まれた、まあ、ちょっと野原というか、荒れ地みたいなところに出るんですね。で、そこで何もないんですけども、入国管理官みたいな、国境警備隊っていうのかな。国境の警備隊の方が一人だけポツンっていて、どうすればいいんだって話を聞いたら、バスが来るから待て、の一点張りなんです。で、5分ぐらい待ったら、バスがプロロロロロって来て、そのバスに乗れっていうふうに言われたんですね。で、それで、そのバスに乗って、トルクメニスタンの本当の、イミグレーションセンターに向かうという形になります。これがそれですか？これがそうです。私が実際、国境に向かっている。音量ちょっとこれどうなんですか？面白い。大丈夫ですか？で、実際はまあ、ウズベキスタンで、おそらくはまあ働いているかなんかしてるんでしょうね。親戚、あとは親戚訪ねてる。そういったトルクメン人の方や、他のヨーロッパから来たバックパッカーの人とかも一緒に運ばれていきます。で、奥にイミグレーションセンターが徐々に見えてきます。ああ、大統領ですね。思いっきり大統領さん。で、こういうふうにですね、まあ、大統領の肖像画がこう、正面につけられたイミグレーションセンターがあるんですけど、それが見えてくると到着です。で、実際そこで、先ほど申し上げた入国手続き、もろもろをした後に、ようやく国境をくぐり抜けると、トルクメニスタン側のタシャウズという街に出ます。これがそうですね。で、基本的にちょっとまあ、旅行をされる方は気をつけていただきたいのが、トイレがほとんどないので、なんとか頑張ってここでタクシーとか他の人に聞いてトイレを使わせるようにここで、話をしておいてください。危ないです。トイレは本当に切実です、トルクメニスタンは。で、これが実際そのトルクメニスタンに入った後の街の風景です。Because our government make highway from east, from west to east. Because of that, they cannot handle these roads. Because they make highway from to west. Cool. 今、彼がガイドさんが言ってるんですけども、まあ、非常に大きな道路をですね、西から東へ立てている。で、それによって各都市間の交通をスムーズにさせるっていうことを言ってるわけですね。で、トルクメニスタンに行った時のちょっと注意なんですけども、なんかちょっと懐かしいんですが、トルクメニスタンのこういうふうに交通警察とでも言えばいいんでしょうか。そういう人たちがトルクメニスタンの道路の至るところにいるんですね。で、ガイドさんにも注意されるとは思うんですけども、もうこの人たちに、この人たちとか、国の施設みたいな、そういった場所を見つけても、写真を撮らないでくださいというふうに多分言われると思うんです。で、一番最悪なパターンは、こういう人たちを直接カメラで抑えようとして、この人たちに見つかって、カメラのデータを全部消されることであればいいんですけど、私が聞いたワーストケースとしては、感じ、あの、携帯で撮るではないです。携帯で撮るじゃないですか。で、携帯で撮りました。見つかりました。携帯を没収されました。帰ってきません。っていうパターンですね。そういうこともあり得たらしいので、トルクメニスタンにもし入国されて写真を撮るときは、政府の施設やお役人の写真を撮る。これは非常に気をつけた方がいいと思います。非常にリスクがある行為なので、敵対行為として見なされてもおかしくはないと思います。で、次ですね。で、これトルクメニスタンに入った後、ようやく食事の時間になりました。
で、食事の時間になってはいいんですけど、私、ヒバで体壊してましたので、なんか体に優しいものにしてくださいっていう話をお願いしましたら、このメルジメクというレンズ豆のスープというのをくれました。で、このメルジメクっていうのがトルクメニスタンの至るところで出てくる豆のスープになります。それとサラダですね。トルコと一緒ね。トルそうコですに。ね。トルコ料理の影響も非常に受けています。それから中央アジアで有名な、これはパロになってますけども、まあ、ピラフ。ウズベキスタンでは、まあ、ポロフ、ないしはオシと呼ばれているものなんですけども、そういった料理もあります。で、トルクメン人たちに言わせると、ウズベキスタンの、ピラフは脂っこいよというふうに言うんです。で、トルクメンの、ピラフっていうのは、脂っこくないから体壊してでも大丈夫だよっていうふうに言ってくれるんです。ただ、それは実際は。あくまで中央アジアの人の基準であって、製法は変わってないと思うんですね、おそらくは。ただ私からすると、まあ、若干確かに脂っこくはないなとは思うんですけど、やっぱり日本人にとってはかなりきつい脂を感じます。重い。重いですね。油でだって煮込むんだもん。油と水で煮込むから。すごい、オイリーです。油ぎっしゅです。まあ、ただ料理の材料としては非常にシンプルだと思うんですね。ウズベキスタンはなんか人参が入ってたりとか、色も鮮やかなんですけど、こっちはまあ2色ぐらい。ちょっと淡白な感じがします。まあ、当然とても美味しいですね。で、ちょっと場所が前後してしまうんですけど、その他者ウズについて食事をした後、クフニャウル現地に向かいました。で、それがクフニャウル現地の、写真の一つになります。で、これがですね、名前がトレペグハニム廟という、まあ、お墓だというふうに言われております。で、ジョチウルス10代目の、ウズベク汗の、娘さんで、それからグトルグ・ティムールの、奥さん、まあ、お姫様だった、トレペグハニムという方の、まあ、お墓だというふうに言われています。ただ実際は、もっと後期の、装飾とかも中から見つかるみたいで、本当にお墓だったのかっていうのは、非常に議論がまだされているらしいですね。そういってちょっと謎に包まれた霊廟になります。で、その霊廟なんですけども、これはまあ、非常にご存知だと思うんですけど、だいたい14世紀、ないしは12世紀に建てられたという、まあ、ちょっと議論があるんですが、もうすでにその当時からこれですよね、オゴズ・ウルデズですね。オグズの星と呼ばれている神物ですけど、これがもうすでに使われている。ご存知の通り、オグズの星はもう、まあ、トルクの、象徴でもありますし、イスラム世界の、まあ、魔除けですとか、そういった象徴でもあったわけですよね。それがもうすでにクフニャウル現地、トルクメニスタンの中で、もう12世紀ないしは14世紀の頃からもうシンボルとして使われていたというのは非常に面白いものだと思います。で、窓として使われているんですね、この模様が。綺麗ですね。で、これがよく言われております、ミナレットになりますね。名前がクトゥルグ・ティムール・ミナレットというふうに呼ばれているところで、60メーターの高さがあると言われています。で、古代のやっぱり建物なんですけども、古代の建物において、やっぱり60メーターのミナレットがあるというのは、やっぱり驚異的な建築、中央アジアの中でも最大級のミナレットになります。で、ちょっと上の方に実はなんかアラビア語で文言が刻まれてるらしいんですけど、まあ、天気も悪いし、ちょっと高すぎて私もちょっと見えなかった。もしトルクメニスタンに行かれるようであれば、この上の方もぜひチェックしておいてください。ちょっと斜めになってるわけではないんですね。斜めになってるわけではないとな思いいでますね。ね。はい。ちょっと、まあ、下の方から近寄って、こう、下から眺めるような形で多分撮ってるから、若干歪んでるように見えると思うんですけど、すごいちょっでとすなよかね。なかこんなに全体高い。像が撮れなかったね、近くで行くと。はい。そうですね。こんなに高い建物がまだ残ってるんですね。はい。これが実際その周りの、風景になります。まあ、見ての通り、すっからかんですね。
You are not interested, but not survive nowadays. Oh, good. Very good, interested. で、なぜかですね、トルクメニスタンって結構動物がいるんですよ。で、特にやっぱり見かけるものの一つは、まあ、なぜか犬。で、野良犬ではないですね。野良犬ではないんですよね。飼い主がいるっていうんですけど、まあ、今見ていただいた通り、飼い主どころか人もいないんですよ。うん、ただし彼らは、いや、これはこの犬は飼い主がいるっていうふうに絶対主張するんですよね。で、それは犬だけじゃなくて、ヤギとか、それからラクダとか、うん、そういった動物たちに関しても、いや、これは野良じゃないと。飼い主がいるはずだっていうふうに言ってるんです。で、今のようなクフナール現地自体が非常に今荒涼とした場所になっています。で、まあ、歴史で紆余曲折はあるんですけども、やっぱり一番大きかったのが1222年ですね。モンゴル軍がクフニャウル現地に侵攻してきた。で、結局それによってその当時のクフニャウル現地が壊滅してしまうということになります。で、結局その当時からあった建物などはまあ、そのまま破壊された状態という形で伺っています。で、これちょっと私ですね。クフニャウル現地に行っています。今ですね、歴史地区を見てるんですけども、後ろには、大体12世紀から14世紀のものと見られているキャラバンスライの、ゲートがあります。で、この地域はほとんど広大な砂漠のような地域なんですけども、ポツンポツンといろんな遺跡が点在してるんですね。で、それはなぜかっていうと、もともとここは大きな町があったというふうに考えられていて、それがモンゴル帝国によって破壊されてしまったというふうに聞かされました。で、ここのゲートももともとはキャラバンサライの交易隊が通るためのゲートだったんじゃないかっていう説もあるし、何かの建物の一部だったんじゃないかっていう説もあるみたいですね。なので、このクフニャウルゲンジはこう一箇所行っただけでわからないような非常に個性あふれる地域になってますね。まさにクフニャウル現地というのは歴史の、まあ、パズルみたいなところで、すべての建物に歴史があって、その歴史を知らないとクフニャウル現地ってどうだったのっていうのが非常にわかりづらい地域なんですね。なので、歴史を知らないと建物を見ても、あ、こういう建物なんだだけで終わってしまう。でも、そのトルクメニスタンにはやっぱりそういう長い歴史もありますし、そういったモンゴル帝国との関係ですとか、その中央アジアでの各、まあ、朝ですよね、各王国との小競り合いもあったわけなので、その細かい歴史をやっぱり知ることによって、クフニャウル現地の過去、それから今のトルクメニスタンの姿が見えてくるというようなですね、そういうことを示唆する街だというふうに思っております。で、これはですね、ちょっと場所は変わってしまうんですが、クフニャウル現地からダルバザに行く途中で休憩をすることになりました。で、これはですね、おそらくどこのガイドブックにも出てこないと思うんですけど、ネジメッディンクブラモスクという途中にある珍しいモスクになります。まあ、非常に美しいモスクですよね。モスクだけど緑色を基盤にして作られたモスクという形になってます。で、中もこうなんです。オーグズイルドゥズをメインとしたシャンデリアが上から垂れ下がっていて、緑を中心としたカーペットが敷かれている非常に美しいモスクでした。で、こういったところ、まあ、たまたまお祈りの時間じゃなかったので、入っていいよって言われて、みんなでガイドさんと一緒に入りました。で、女の人が非常に掃除をしたりとか、お皿洗ったり料理を作ったりしてるんで、何か今日イベントがあるんですかっていうふうに聞いたら、いや、お祈りの日だから炊き出しをみんなしてるんだっていうふうに説明されました。で、実際これ、まあ、ポロですよね。ポロを作っていたでも。本当ですね、ポロです、ね。中国作ってますね。うん、で、まあ、ちょっと短いんですけど、突然ですね、温度が下がってしまって、で、しかも雨も非常に強かったんです。なので、もうみんなもう寒くて仕方なかったんですね。なので、もうトルクメン人も、猫とかも下にいるんですけど、みんな集まって、料理の釜で、暖を取ってましたんです。Please. という形で、
無料で、とりあえずモスクに来てくれた人には振る舞うっていうことで、羊肉と、それからノンですよね。それをいただきました。サマルカンドノンとは違って、ちょっとくぼんではいないんですよね。サマルカンドノンは丸くて、こう、谷を作って、クレーターみたいな形にして、はいはい。中にこう、ここまでポン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 と、スタンプで、7、8箇所、シンボルを押して焼くという形を取られてますけど、ここはもう単純にもう、練ったものを中に切り込みを入れて、模様をつけて焼いている形になって、そういった違いでも、お隣のウズベキスタンとタルクメニスタンの、ノンの作り方はやっぱりちょっと違う。で、これが、今のモスクを離れて、ダルバザに行く途中ですね。だからトルクメニスタンの、都市間はもうこんな感じなんです。砂漠か、こういう砂漠のわずかな水分を得て成長している植物が点々としているちっちゃな砂漠。そういったところが各都市間に広がっているんですね。これからいただくの。あれ？なので非常に広大な土地が各都市間に広がっています。なので、各都市間を移動する場合でも、やっぱり車で最低でも5時間とか6時間とかを見込まないといけません。これは中央アジアでは、割と珍しくはない光景だと思います。スイカを売っているところですね。で、非常にスイカが非常に甘くてとても美味しいです。スイカ売ってるのって聞いたら、いや、ちょっと食べてみなよって言われて、食べたら、本当に非常に甘くて。おそらく、ここの田舎で売られているスイカは、日本のそのスイカと比べても遜色ないぐらい甘さがありますね。日本人は大好きだと思います、この甘さも。で、これがダルバザに着いたときですね。これは有名ですね。これは非常に有名なところなので、私も記念なので写真を撮らせていただきました。なんか観光客が使えなくなるように、もう閉鎖しちゃうとか、そういう話も聞いたことあるんですけど、そんなことないんですか？実態がよくわからないです。なぜかというと、その閉鎖しなさいといった話が出てきたのが2022年なんですね。2022年にベルディムハメドフ大統領がもう閉鎖しろという話を出したらしいんです。ただし、これが2023年ですから、1年経っても閉鎖してないんですよね。なので、その実際どこまで本気で閉鎖する気なのかというのが、ちょっと私もよくわからない。だからトルクメニスタンのことですから、もしかしたら準備が揃ったらいきなり誰かが閉めちゃうとか、そういうこともなきにしもあらずというふうには思っております。なので、ダルバザに行きたい方は、もう早めに行かれた方が、そうもでしかすしたよらいいね。のかもしれないですね。If you dive into the crater, it's gonna be nice. で、こういうふうに地面から常にガスが出ていて、このダルバザの近くに来るだけでもちょっとガス臭いところです。結構近くまで、そのヘリに座ってても大丈夫なぐらい。暑いは暑いんですけどね。暑いは暑いですけダど、ル技に来ました。1971年にですね、この場所を誤って崩落させたということで、ガスが噴き出してしまったらしいんですよ。なので、そのガスを食い止めるために火を放った結果、それがずっとですね、燃え続けているという場所になったという話を聞きました。で、正直こうやって火が燃えてるだけなんでね、どうしようかっていうのはあるんですけど、ただ実際今、外の気温がですね、9度下回ってるんですよ。で、こっちのダルバザのクレーターの方が断然あったかいんですよ。だからちょっと、暖を取って、もうむちゃくちゃ寒いんでね、もう今回はもう、宿である湯戸に戻って、早く寝たいと思います。マジで寒いしね、どんどんお腹壊してるのに、肉食べろ、肉食べろって言ってくるんでね、ちょっとどうしようかなと思ったんだけど、もう今回はもう体調悪いんで、早く寝かしてくれって言って、車も出して、もうすぐに連れてってくれっていう話を出してるんで、それでもなんとか生きて頑張ってます。で、今、昔の私が言ってるんですけども、その時は温度がなぜか急激に下がってしまって、9度を下回るような状態で、大体トルクメニスタンの秋って、15度とか16度とか、日本の真冬とはいかないですけども、秋口くらいの、温度だというふうに伺っていたので、軽めの格好で行ったんですけども、ところがどっこいも9度
以下になってしまって、もう寒くてもうしょうがない。で、火場でお腹も壊して、もう体調も最悪っていう状態なので、もう、もう車でもう早くダルバダ連れてって、見たらもう戻ろうよって言って、ちょっとせかしている状態ですね。で、実際これが、まあ、早朝、朝食ですね。まあ、なんて言うんでしょう。ペルシャとか向こうの文化圏だと、こう、薄い、薄くて長いパンを作るんですけど、そのパンに中にスピナッチって言ってたの、ほうれん草ですよね。ほうれん草のおいペーしストが入っそう。たものを焼いたものですね。はいそはれい。から、これは何チーズなんだろう。まあ、フェタチーズなのか。チーズと、それからオリーブですよね。そういった朝食をいただきました。で、トルクメニスタンは、多民族っていう話を私一番最初にしたんですけど、もうこの左側にいるちょっと目つきが鋭い方、この人はタタラ人ですね。こういう、荒涼とした砂漠をもうガッタンガッタン揺られながら、5、6時間、これは何だったっけな、トヨタだと思うんですけど、トヨタの 4WD でね、最低80キロでずっと走りっぱなしに行くっていう。いこれは普通の幹線道路なんですか？や、これはダルバザーと普通の大きな国足幅道の間の、あ間のれ、地っていうんですかね。砂漠ですね。砂漠砂です漠ね。なの。習ったタタログを、タタログ使いました？あ、使いました、使いました。役に立ちましたか。役に立ちました、もう。日本でタタログを教えてる人がいるから、その人から学びました。それ、えーって言って驚いてもらう。よかったです。よかったよ。で、じゃあ、日本の通訳じゃなくて、タタログの通訳つけるかって、なんか向こうの、社長さんみたいな方にも言われたんですけど、いや、まあ、いるんだったら、ぜひ日本の方でも、タタログを学んでる人がいるから、つけてあげたらいいんじゃないですかって話をちょっとしてきました。で、まあ、こういうふうに、さっき、ダルバザ見たんですけど、よくわからないんですが、他にもこういうクレーターがあって、そこになぜか火が出てるところもある。本当ですね、第2の。はい。なので、崩落事故によってできたと言われには、他にも、点々と、まあ、ダルバザというか、クレーターがあるところがあるとそうなんですよね。楽だ。はい。野生ですかね。おそらく彼らに言うといつもドメスティックっていう言葉を使われるんです。ああ、飼い主がいるんです飼いね。主がいるんですよね。まあ、途中でチャイハナっていうのがあって、そこで休憩していることにはなるんですけど、チャイハナといっても、まあ、こういう、なんだろう、カフェテリアみたいなところがちょっと併設されているんですね。で、この子には何歳だって聞いたら、確か、オンウチとかなんか言ってたと思うんですね。13歳。若い。はい。13歳。若いですね。で、その子がコーヒー入れたりとか、食事よそったりとか、まあ、ちょっといろいろ大丈夫かとは思ったんですけど。家の手伝いみたいな感じなんですかね。子供働いてだるんとで思すうんですよね。ね。ねで、これがカフェって書いてある。ああ、どっかあった。で、こういうのが砂漠に一箇所しか私は見てないけど、まあ、こういうのがその、2時間くらい沖なのかな、結構離れてるとは思うんですけど、一箇所ポツンポツンとあります。やっぱ幹線道路のサービスエリアみたいな感じなんですかね。そうですね。そうそうクそレう。マって、はい。で、歩いてたりする、車飛ばしたりと、こういうふうにラクダが歩いてる。でも、人慣れしちゃってるんで、特に驚いたりもしない。これで、ダルバザからだいたい、アシカバードの近くになってくると、このようにだいたい家の雰囲気とかも変わってきます。ちょっとモダンな建物になって、よりなんていうんでしょう、均一というか、無機質な家が増えてくるんですね。真っ白ですね。白い。白くて屋根が緑っていうのはどこ行っても似てるんですね。そうですね。どうも、この色で統一しなさいというような話があるみたいですね。も白い。で、アシカバードにこれつきました。アシカバードの郊外ですね。せかたの。砂漠を走行したばっかりの車で、アシカバードに入ることはできないです。アシカバードに入る前には、車をピッカピカに磨いて、
首都に入っていかないと、罰金を食らうらしいんです。アシカバード内は走行してはいけませんという法律があるらしいんです。アシカバードの中に入りました。すごくね、街が真っ白でね、すごく綺麗なんですけど、はっきり言って気持ち悪いです、ここ。すごいんですよ。すごく人工物感があって、インパクトすごいんだけど、すごく自然性を感じない。そういった意味でも、ものすごく気持ち悪い街です。いい意味で。すごく綺麗なんですけど、建物がもう完全に人工物という形で、自然性が一切ないんですよ。全部作られたなっていう街なんです。だ当然すごく綺麗なんです。ただし、ぬくもりとか、何かそういう温かみというものを建築物から一切感じないですね、外国人としては。だからこれはなんか綺麗、芸術品としては綺麗だけれども、人間が住む空間としてはちょっと違うなっていうふうに感じたというのが正直な印象ですね。もちろん綺麗です。で、これスーパーですね。スーパーでちょっと買すいごましい。た。で、こういう新鮮な野菜とかがドカ置きにされて売られているのがスーパーですね。で、ここで列をみんななしてないんですよね。みんな我先に買いに行ってる形なんです。で、あまりにも時間がかかるんで、外国人はお客様は神様ですっていうスタンスなんらしいんですよ、彼らは。なので、お客様が通るから先に買わせてくださいって言って、ガイドさんがこう入っていって、私が買いたいものを先に買わせてくれたりとか、ちょっとそういう融通を聞かせてくれたりとか、そういう場所ですね。まあ、お菓子とかは非常に多いですけど、40マナトとか、まあ、パン売り場とかもありますし、で、これが実際はさっきの建築物というか、マンションですね、その集まりです。こういう無機質な、まあ、大理石でできた白い建物、白いマンションがガーッとアシカバードの中心には並んでいます。非常に綺麗なんですね。これはあれか、イドアレシカスさバードん。の近くですね。遺跡があって、そちらに行ったんですけど、動くかな？現地の日産遺跡でコスプレしているトルクメン人たちに囲まれました。ありがとう、サゴン。サゴン。で、遺跡に行ったら、まあ、遺跡って写真映えするんですよね。なので、そこで、トルクメン人の、男たち、女の子たちがトルクメン人の 格好をして、自分たちで写真撮って盛り上がっているっていうところしました。で、やっぱり、これやこれやって言われますよね。ああ、韓国人って言われますね。日本人ですか？韓国人ですか？って聞かれます。で、これが街中に入って散策しているところです。で、これが、トルクメンバシュルーフメチェディという、トルクメンバシュ魂のモスクというモスクになります。で、これはですね、通称ギプシャクモスクというふうに呼ばれています。で、なぜかと言いますと、ここは初代のニアゾフ大統領の生まれたギプチャク村というのがあって、そのギプチャク村に建てられたモスクなんですね。ただし、やっぱり名前が長いんで、みんなギプチャクモスクだっていうふうになんか言ってるらしいんですよ。で、ただし、このモスクが他と違うところは、モスクって大抵コーランの言葉が刻まれるじゃないですか、壁とかに。でも、ここで特徴的なのは、ニアゾフ大統領が執筆されたルーフナーメという本があって、そのルーフナーメの語句をふんだんに使っているというところで、他の宗教的なモスクとは一線を画しているという特徴があります。で、これはモスクだけではなくてですね、こっちのちょっと端っこ横にあるんですけど、ニアゾフ大統領の霊廟の役割もしています。なので、ここにはモスクだけではなくて、ニアゾフ大統領やニアゾフ大統領のご家族の、霊廟も一緒にあって祀られているというような形になっています。ただ残念ながら中もすごい豪華らしいんですが、私がいた時なんか工事中らしくて、このフェンスがあって、そのフェンスの間から私カメラ撮ってるんですね。だから残念ながら中は豪華と言いつつも中に入ることはちょっとできませんでした。で、これはちょっと、分かりづらいかなと思うんですけど、これはエルトグルル・ガーゼィ・モスクというところです。で、これは1998年にトルコが建てたモスクですね。トルコとトルクメニスタンの、まあ、友好の印として、トルコが建ててくれたモスクになります。で、正面で撮ってるからあれなんですけど、上から見ますと、半球型のドームが並んでいる、いわゆるオスマン型の様式をしているモスクになって、明らかにこれトルクメニスタンじゃないな、もうトルコの建物だなっていうふうに、ごめんなさい。影の特徴があります。
で、これはエルトグルルっていうのは、オスマン朝の開祖の、オスマンのお父さんの名前のトルクメン版ですよね。これはあれですね。まあ、さっきのところにちょっとあれですけど。ちょっと飛ばしましょうか、これ。で、ノフルという村に行きました。で、アシカバードから3時間くらいだったかなと思うんですね。こういう都市じゃないところにも行かせていただきました。あれ、反応しないな。で、こういったところに行くんですけども、ノフル行った理由っていうのは、まず、ちょっとノフルの人たちは他のトルクメン人と違うよという話を聞いているからですね。で、よく言われるのが、ノフルの人たちっていうのは、紀元前4世紀頃にアレッサンダー大王がここを遠征した際に、残っていたギリシャ人たちの、兵隊の末裔が、トルクメン化して、ノフルを形成したっていう伝説が残っているところなんです。なので、ちょっと若干風習も違うし、それから人の形、人の顔もちょっと違うんですよね。ちょっとヨーロッパ的というか、ちょっと彫りが深い人たちが非常に多くて、ちょっとアジア人っぽくない顔立ちの人が非常に多いんですね。で、このお墓にヤギの角を立てるっていう風習もノフル地方だけの風習らしいんです。だこういうことは多分タタールの人とかトルコ人とかしないと思うんですよね。今度知らない、しないしようなだ。い、しない。で、うこちのに理由来はる日な。本と非常に似てて、日本でもショールームがあるじゃないですか。キュウリとかナス、馬を作るっていう。で、それと同じで、この人が亡くなった時に、ヤギの、角を立てるんですけど、その一緒に、その取ったヤギが、個人が死んだ後、手伝ってくれて無事天国に行けるとか、そういったことをアシストするために、つけられているらしいんですね。だから日本の精霊馬と同じように、死者の魂が馬に乗って来やすくするようにとか、死後の世界を助けるためにという理由で、デコレートされてるわけですね。で、これは街に行ってるとこですけど、ちょっと薬草とかが非常にノフルは別に有名なところですね。なので、こういう漢方薬ではないですけど、そういった薬が非常に有名なところらしいので、よく現地の人とかトルクメンのガイドの人もここで薬草を買って自分の体調に合わせて入れたお茶を飲これんでさっき買ってましたね。これもやっぱ薬なんですか？私とか、これはどんなものかといったら、昔のパチです。パチが家を作って、その人だん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 パチを、蜂の巣をまあ乾燥させたものとか持ったりしてるんですね。で、ちなみに今いるガイドさんは、ビシュケク大学で日本語を勉強した方らしい。で、こういったコーラもあるんですけど、まあ、コーラもどきみたいなのが結構売ってます。で、このコーラもどきは、まあ、大体日本円で100円くらいなのかな？日本円で100円くらいの、同じくらい。価格なんです。で、高い。日本と同じくらいなんですが、味は？本当のコーラ？これは何だろう、オザン社っていうところなのか、オザンという会社かなと思うんですけど、そういったトルクメニスタンの会社がどうも作っている、ファンタとかコーラみたいな。トルコじゃない？あ、ごめんなさい、トルコかもしれないですね。トルコかも輸入しね、ている可中能性南。あります。味はどうなんですか？だいぶ味は違ほうんとんでどす変か？わらないです。変わらないんですけど、値段がとにかく違くて、本物のアメリカのコカ・コーラだと、とか10、下手すると観光客カフェだと15マナドとか、なので1500円とか普通に取られちゃう。おいしこそれはまたメルジメクですけど。う。マルチメイク。で、これはまあキョフタですね、普通の。レキバブ風って書いてありますけど。で、まあこういうふうにちょっと犬とかも歩いてると近寄ってきたりとか。どうした？アシカバードまで行くのか、お前は。
で、これで帰っていきます。で、面白いことに温泉もあります。なので、そのノフルとアシュカバードの間に、ポタワという温泉があるんです。で、こういうふうに地下に入っていくタイプなんで、日本のいわゆる温泉とはちょっとイメージが違うと思います。これどうなの？プール、温水プールみたいに入るんですか？いや、直接あったかいお湯が流れている川みたいなのが地底湖の中すにあっごいな、て、これ。そこに入っていきます。ロマンシングサガ3のオドール以上みたいな、これ。こういう長い廊下を下まで行って、この先あたりですね、ここの先あたりに温泉の川があるんです。そこに直接入るという形になります。ここが脱衣所ですね。ただし、私行った時、今見てわかる通り、非常に水が濁ってて、ちょっと入って大丈夫かっていうところがありましたので、私はちょっと今回避けました。でもこういうところにみんな、本当は繁忙期になると、トルクメニジンがバシャーって飛び込んで、してるらしいですね。で、これが、アシカバードの帰り道ですね、にある、グルバングリハジモスクというところになります。あ、ごめんなさい。違いますね。これ。サパルムラットハジモスクだ。サパルムラットハジモスクというところになりますね。これはトルクメニスタンで独立した後、最初のモスクです。で、1個隠れてるんですけど、4本のミナレットがあって、これは確か63メートルらしいんですね、それぞれ。で、それは、預言者、ムハンマド、アサラマライヒなんですけど、彼のその寿命を表しているらしいんですよね。で、こういうふうにちゃんとしたモスク、ルーフの雨が刻まれているわけじゃなくて、ここはちゃんとモスクとして、コーランの文言が刻まれているモスクになります。で、これは帰る途中で、どっか散歩していこうぜって言われて、散歩して山に登ったんだけども、山に登ったら警察に見つかって、降りてきなさいって言われて、しぶしぶ降りてきてるんですね。だから、外国人であろうとも、地元の人でもあろうとも、警察は容赦してくれない。っていうところあります。最後寄っていこうよっていうふうになりました。で、こういうふうに衛星もあるんですけど、非常にみんなもう、あんまり電波の通りが悪くて、カクカクしてるっていう形になってます。で、夕方になってくると、お祈りの時間とかも入ってきますんで、敬虔なイスラム教の方は、ちょっとタクシー止めさせてくれって言われて、お祈り、マグリブのお祈りを始めるっていうような、こともありました。でもガイドさんに言わせると、トルクメニスタンのイスラム教徒の方っていうのは、だいたい4割からざっくり6割ぐらいの方が、いわゆる文化的イスラム教徒、つまり日本人みたいに仏教とか、それから神道を文化的には受け入れているけれども、習慣としてはやるけれども、信仰心を持ってこうやっているわけではないという人が多数を占めているというふうに聞きました。ただし、やっぱり中にはこういうふうに実際、お祈りとかちゃんと欠かせずにやっている人もいるので、当然、信仰のスタイルというのは非常に様々です。あれですね。これは、カーペット市場とか。状態になります。で、トルクメニスタン各都市、確か5個だと思うんですけど、大きなバザールがあって、そこで、様々なバザールが集まっている、集動合物型のバザールがあります。こういうような、家畜売り場とか、さっき見た、ちらっと見たカーペット売り場とか、そういったところも集まっています。主に、屠殺されるとは思うんですけども、お肉とかの代わりに、売られていますね。で、これはトルクメニスタンの大学ですよね。トルクメニスタンアザーディ、国立言語大学なのかな。トルクメン語の会話帳を書いていらっしゃった奥先生とか、多分筑波大学とかもそうですよね。そこからの交換留学で来られているトルクメン人の方の、日本語を勉強している大学がほとんどここだと思いますね。で、中には入っちゃいけませんというふうに言われたので、とりあえず表だけ撮らせてくれてって、表だけ写真撮りました。で、ちょっと、ここで場所は飛ぶんですが、これはもうメルブという西の町になってます。で、コレイスキーという食べ物が非常に目立っているところがあって、
やっぱりこういう食べ物でこれ意識とかがやっぱりあるっていうのが、やっぱりお前は韓国から来たのかっていうふうにやっぱり聞かれることの要因の一つにもなってんじゃないかなというふうには思います。サラダらしいんですけども。で、最初、トルクメニスタンは多民族国家だっていう話はしたんですけど、これはトルクメニスタンの正教会ですね。で、ここで、トルクメニスタンの、トルクメン人の、まあ、信徒の方もいらっしゃるらしいんですが、私が会った方はアルメニア人ですね。このマリの方には、アルメニア人とか、さっきも申し上げたバローチ人とか、そういった方々が暮らしている多民族の町になります。で、ここで左に、この人はちょっと何人かわからないんですけども、まあ、あとはロシア人の人とかも礼拝に来たりとかしていますね。で、ちょっとこのおばあさんがずっと左でずっと十字架を切ったりとか、そういうことをやってますね。まあ、ちょっと気まずいので私も退散してしまいましたけど。で、これが街の真ん中にありますグルマングリハジモスクというところですね。まあ、2001年に工事着工して作っていったらしいんですけど、2007年になんかお金がなくなったらしくて、当時の、大統領に、このモスクをなんとか完成させてほしいっていう話をしたら、大統領が100万円くれて作れたっていうところですね。そういったところもあります。で、これが、マリですよね。マリから行って、北上して、ウズベキスタンの方に、それからトルクメナバードという町があるんですけど、そのトルクメナバードの先の、ウズベキスタンに入る手前の場所なんです。トイレ休憩中ですと言ってもトイレも何もないのですね。で、さっきみたいなカフェっていうのがある時もあれば、当然ない時もある。もう本当にインシャアラー状態なので、最悪何もない時、どうしてもトイレとかが限界の時は、もう砂漠で何とかするしかないです。こういった環境になりますね。これはまあ個人のものなのでいいと思うんですけど、こういった旅行の日程で動きました。で、ごめんなさい。また最後、スライドに戻ります。トルクメン語も結構使う機会は当然ありました。で、ちょっとですね、確認はしたんですけど、トルクメン語会話帳というのが出ていまして、そこから抜粋をしました。ただし、そのトルクメン語、会話帳かな。その後に改訂版が1個出ました。で、どうも著者の方のノートを見てると、誤植があるみたいで、ノートの方でもここが違うよっていうふうに書いてあったりしたんですね。なので、ちょっとその中で、私が見た中でその誤植の対象になっていたところは、ちょっとトルクメン語講座にあったんですけど、それを外した状態で書き直しています。でも、ご存知の通り、もう見て通り、簡単ですよね。もうサダームとか、中央アジアで非常によく似た挨拶が使われています。でも、ヤポニアダンギャルデムっていうのはもう、トルコ語とほぼほぼもう一緒ですから、問題はないですし、ゴエムヤグダイラヌズとか、多分これぐらいが多分他のあんまり行動にはないような表現なんですね。これはまあお元気ですか。ただし、いちいちゴエムヤグダイラヌズっていうの、非常にめんどくさいので、短くてゴエムっていう言い方もできるらしいんですよね。それが一番早いと思います。なので、ゴエムって聞かれたら、ああ、フダヤシュクール、ゴエ。ありがとうございます。おかげさまで元気です。ないしは、フダヤシュクール、ヤクシュ。ヤクシですよね、これ。こういうふうに答えればいいですと。で、ありがとうっていうときは、もう、サーボン。で、あとは、もう、旅の、アドバイスとして、万が一のために、まあ、ダルマン、薬という単語。それから、ダルマン花、薬局行きたい。で、あとは、まあ、例えば極端な話、痛いところを指して、アグリアーって言えば、ここが痛いんだっていうふうに多分伝わりますので、こういうのも使います。アグリアー。まあ、ゆずみごえ、とやもく、まあ、気分が悪いですとかも言いますけども、まあ、こういうことに、私はこれを使わざるを得ないような状態にちょっとなったので、勉強したんですが、まあ、このビデオを見られている方ですとか、トルクメニスタンに行かれた方は、こういうことにならないようになればいいですね。そういうふうに私は、そういうことも勉強できますし、まあ、トルクメン、本当に興味ある方は、トルクメン語会話帳とか、そういうのを手に取っていただければ、よりもっと深い表現とか出てきますので、旅の助けになると思います。では、最後です。旅行後のトルクメニスタンのイメージです。まあ結局は行こうと思えば行ける国なんだっていうふうにやっぱり思ったということがやっぱり大きかったですね。
どんな国も自分が本当に行きたい、行こうと思わないと、やっぱり行けない。で、やっぱりその覚悟はやっぱり必要なんだなっていうのは、経験として思いました。じゃあ実際トルクメニスタンどうなのっていうところですね。もちろん政治的イメージの変化はありました。じゃあ前は中央アジアの北朝鮮だった。世界報道自由度ランキングワースト3位だった。でも彼ら実際、現地の人と話すと、そういうことも確かにあるかもしれないけれども、それは我々あくまでトルクメニスタン流の民主主義の表れであると。そういった形はいろいろあるけれども、いい国もあるし、ちゃんと悪い国もある。いいところもあるし、悪いところもある。そういった形の上で私たちはトルクメニスタンというこの国が大好きなんだというふうにみんな言うんですよね。じゃあ逆に、じゃあトルクメニスタン独裁国家だって言うけれども、じゃあ日本って独裁国家じゃないの？日本って本当に民主主義なの？その、あやふやな中で私たち日本の人たちっていうのはトルクメニスタンのことを、あからさまに独裁国家だって本当に言えるのかっていうのはやっぱり心の中で思いました。それから自然環境の豊かさですね。ポテンシャルとしてはやっぱりトルクメニスタン非常に高いと思っています。さっきもちょっと見ましたけれども、ダルバザ以外のクリエイター、まあ、ダルバザ閉じるかもしれないっていう話は出てるのはちょっと気がかりなんですけど、ダルバザ以外のクリエイターもありますと。それから見ていただいた通り、いろんな動物が割拠してますよと。温泉もちゃんと整備すれば、ありますと。なので、そういったポテンシャルはあるんですけども、課題はまあ山積していますよね。まあ、もちろん私は合わなかったんですけども、やっぱりその国家体制としては、外部から見ると、やっぱりちょっと汚職があったりするっていうふうには聞いていますし、それから交通機関とか言語環境がまだまだ不便なんですよね。基本的には例えば英語はまあほとんど通じない。で、何かあると、ロシア語喋れますかっていうふうに普通に聞かれる。英語はわからないっていうふうに言われるんですね。で、それからネット環境は絶望的です。ホテルに行かないと基本的にはネットっていうのは使えないと思った方がいいと思います。旅してる方に言わせると、どうも街中にあるカフェとかでインターネットが使える場所はあるとは思うんですけども、なかなかそういうところは、ツアーを組まれているところの中では行きづらいと思いますね。なので、インターネットを断つぐらいの覚悟がないと、ちょっと旅は難しいと思います。日本の SNS とかはい。は遮断されたりとかしてるんですか？それともつながることはつながるんですか？遮断されてますね。ああ。なので、Google 検索のトップ画面まではなんとかいけるという形ですね。あ、そう Yahoo なんです Japan ね。とかはもうアウトです。使えない。なたるだ、ほどね。Google 検索できても、その先に行けるかどうかですね。なので、私はもうほとんどというか、もうインターネットは使うのを諦めてましたね。基本、というのが、トルはい、クどうメン人はトルクメン語が、まあ、スタンダードで、ぞ。はい。もう一言語ったらロシア語って感じなんですかね。そうですね、その通りですね。やっぱり若い方でも、もしかしたらね、年代差はあるのかもしれないんですけど、やっぱり、まあ、私の同世代とか、若干若い方でも、やっぱりまずトルクメン語、それからロシア語ですね。で、まあ、ちょっと、日本国内に留学しているトルクメン人の知り合いとかもいるんですけど、その人たちに話を聞くと、ちょっと状況が様々で、インターナショナルスクールに入れられたので、ロシア語がわからなくて、逆にトルクメン語と英語はわかるっていう人もいますし、まあ、ちょっと家庭環境によって依存、左右されるところもあるみたいですね。ただやっぱりロシア語だとしても伝えています。トルコ語が結構通じたりとかっていうのはあるんですかね。あると思います。やっぱり、トルコとかも同じだと思うんですけど、まあ、トルコ語っていうのは、まあ、僕らの、まあ、方言というか、ちょっと似た言葉だからね、みたいなふうに、やっぱり彼らも言ってるぐなんらいかです。みんなできるなんか、ね、みたい。音楽とかはトルコそのうそう音楽流そう。れてたりしたりするんでしたっ全け？然流れてます。全然流れてます。身近逆なにトルクメン語の音楽を聞くことの方が私は少なかったと思いますね。じゃあ、一人で旅行できますか？できるガイとはド。あ、思できうまんす。ですけど、ガイドなしでという意味であればできないと思います。できないんだでね。きなガイい。ド絶対いるんだ。ついてくるんだ。例外としては、トランジットだと思います。あ、あるト期ラン間ジッとトかね。でトルクメニスタンを通り抜けるというタイプ。これが、例外だと思いますけれども、交通機関をどうやって使うのかとか、そういったところがやっぱり
ぱり非常にあると思いますね。交通の問題と言語の問題が普通の人がぶつかると思います。例えばアシカバットにだけ行ったときに、例えば空路でイスタンブールからアシカバットに入りました、2日ぐらいいます、帰りますっていう場合は行けるのかな。そう、まあ、ガイドなしでトランジット、はい、そのまま降りてっていうのはできないですね。なぜかというと、あらゆる国民に対してビザを求めてますから、トルクメニスタン。だからトランジットビザの準備、ちょっとその空路から入って、そこでビザ、どうなんだろう。トランジットビザ、すいません。ここでは言わない方がいいですね。トランジットビザの取り方は私もわからないです。うん。じゃあ、まあ基本はもう、そこで言わない方がいいですね。一人では旅行はできないというふうに考えた方がいいわけですね。そうですね。うん、まあ、ただ、ブログとかを探していただけると出てくると思うんですけど、まあ、どうもやっぱりトランジットの関係でトルクメニスタンを通行するという意味で入国して通りすがっている方は一人で旅行して、うん、されているみたいです。今回ウズベキスタン経由にされた理由っていうのは何かあるんでしたっけ？ですね、いや、単純にもう陸路で行きたいからですね。ウズベキスタンに行きたい、まあ。ウズベキスタンに行ってトルクメニスタンに行きたい。でも実際、ウズベキスタンで食べたプロフの原因が理由でお腹壊しちゃったんで。そうですね。やっぱりちょっと動画の中でも昔の私が言ってましたけど、まあ基本的にまあ、トルコ人もそうだし、中央アジアの人ってお世話好きじゃないですか。うんうん、これ食べなさい、あれ食べなさい、これしなさい、はいはいはい、連れてってあげるよとか、うん、そういう人たちがやっぱり非常に優しい人が多いんですね。うん、なので、まあ、お腹減ってても、いや、これ食べなさいよと、あなたのために作ってあるから、ちゃんと食べなさいみたいな、うん、そういうことを、まあ、言ってくれる。まあ、その優しさがやっぱり身に染みますし、うん、まあ、本当に体壊しちゃった時もあったんで、非常にやっぱり親身になって、心配してくれた、うん。やっぱりそういう人たちがやっぱりいたからこそ、中央アジア、引いてはトルクメニスタン旅行が成功したのかなというふうには思っております。私もウズベキスタン1回だけ行ったんですけど、ウズベキスタンって結構、見ず知らずの外国人と、まあ、ちょっと世話焼いてもらったりしたこともあったんですけど、トルクメニスタンってどうなんですか？外国人見たらなんかこう、声かけてきたりとかってあるんですか？交流ってあるんですか？それぞれだと思います。どちらかっていうと、トルクメニスタンの人、一般の人っていうのは、まあ、多分日本と非常に似てると思うんですよね。うん、外国の人って非常に珍しい目でやっぱり見られるんですよ。うん、で、例えば子供とかやっぱり積極的に話そうとしてきますよね。うん、英語喋れないけど、ハローハローって言ってきたりとか、うん。そういうのはやっぱりあります。で、逆にそこで、まあ、コスプレをしてた子供たちもそうなんですけど、逆にトルクメン語で返しサラームって言うと、あ、トルクメン語知ってるのみたいな感じで、喜んでくれる。喜びますよね。じゃあ、気質は結構、ウズベク人とトルクメン人近い、似てるみたいな感じで、理解していいんですかね。そうですね。ただ、イメージとしては、トルクメン人の方が積極的には近寄ってこないというようなイメージはあります。そうなんですね、もしかしたら違うのかもしれないんですけど、うん、やっぱりその鎖国政策をしているせいか、やっぱり外国の人はちょっと別格な扱いみたいなところをしている嫌いがあります。で、まあ、ちょっと下世話な話になるんですけど、もし私が、はい、マサヤさんと同じような旅行をしたい場合って、だいたいいくらぐらいかかるんですか？だいたいざっくり40万は見た方がいいと思います。1人でもちろん。1人は40万。うん、まあ、そんな高くないね。うん、それ旅行代金2人で80万。インビテーションとか、うん、まあ、タクシーのチャーター代とか、そういった旅行だけのコストなので、うん、飛行機とか入ってないんですよ。うん、あ、飛行機代は別でってことですね。あ、そうですね、イメージとしては。今回飛行機はタシケントまで何航空だったんですか？乗り換え便、直行便。大韓航空。大韓航空。あ、じゃあ、インチョン乗り換え。実は用事があって、韓国に寄ったんですよ。はいはい、はい。なので、韓国で一回降りて、韓国で、うん、まあ、エスペラント語のイベントがあったので、韓国のエスペラント使う、エスペラント人と交流してきて、で、韓国の中にも、中央アジア街があるので、うん、中央アジア街のウズベク人たちと交流してきて、
で、ウズベキスタンに行くという、そういう経路を取ってきます。1時間で40万、うん、あと、プラス飛行機代。ガイドもいるし。ガイド代は入ってるんですか、今の40万の。ガイド代入ってます。めっちゃ安い。うん、40万プラス飛行機代だから。ああ、うん。あ、プラス飛行機。飛行機代ね。うんおそらくは、まあ、もっと安くできると思います。なぜかというと、私、まあ、今回初めてでしたので、はい、ウズベキスタン の、 旅行会社に依頼したんですよ。うん、で、あとあと現地に行ったら、ウズベキスタンの会社が、現地のトルクメニスタンの会社に依頼して、その現地のトルクメニスタンの会社が、どうもトルクメニスタンの国自体に申請して、インビテーションを引っ張ってくるという流れになってるらしいんですね。なので、結局、間にウズベキスタンの会社がいることによって、値段が上がっているんじゃないかと、私は思ってます、うん。なるほど。中間業者が入ってるわけですね。うん、はい、まあ、去年の食べ博行ったら、ウズベキ、中央アジアブースがあって、トルクメニの人何人も、うん、旅行会社って出してまして、名刺ももらいましたけど、うんうん、あ、こんなにトルクメニスタンって旅行をしてるんだなと思って、逆にびっくりしたんですけども、そうそう、一生懸命説明していただきましたよね。うん、あ、それはいいですね。うん、日本にも一応事務所があるまで言ってましたけど、どうなんですかね、国としてどん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 観光客を受け入れていく方向性なのかどうか、ちょっとそこは少し疑問があったんですけども、まあトルクメニスタンの事情は私もよく存じてはいないんですけども、例えばサウジアラビアとかはそうですよね、天然資源がより少なくなった時のために何を持って外貨を稼ぐかっていうところで、今まで巡礼ビザだけだったビザを観光ビザまで拡張して外国の人を観光に来させようという政策を考えている国もありますから、ぜひとも行ってみてください。楽しいと思いますよ。あ、逆にタタール語の通訳とかお願いしても大丈夫かもしれない。でも僕らトルコ語でどんどんガンガン行っちゃう気がしますね。多分それでも大丈夫と思いますね、うん、全然地元の保証をしてくれる人が確認できるという条件が揃えば、まあ、何も問題はありませんから、うん、それは全然問題ないと思います。あとは、まあ、政府の施設とか勝手に写真撮りに行ったりとか入ったりとかしなければ、うん、